すじこんすじこんとは、牛すじ肉とこんにゃくを甘辛く煮込んだもの。牛肉を常食する近畿地方において、安価なすじ肉とこんにゃくを利用した、庶民的な惣菜として、明治時代から食べられてきた。牛すじとこんにゃくを煮込んだ料理には、土手焼きもあるが、味噌煮である、土手焼きに対し、すじこんは醤油を味付けの主体としている。あまり濃い味付けをすることは少ないが、 数日程度は冷蔵庫で日持ちする。製法は柔らかくなるまで下茹でした。牛すじ肉とこんにゃくを一口大に切り揃え、醤油や砂糖、みりんなどで味が染みるまで煮る。下茹で時間を短縮するため圧力鍋を使用する場合もある。刻んだ青ネギを添えておかずやしこうとするほか、お好み焼きやうどんのトッピングなどとして利用されている。なお、筋こんび、 すじコンは、兵庫県西宮市にある鉄板焼き屋の経営者が商標登録しているが、料理そのものの由来や起源とは無関係である。ぼっかけうどん神戸市の長田区周辺では、すじコンを指してぼっかけという意匠が用いられることがある。ぼっかけは、ぶっかけるがなまったもので、従来は神戸でもすじコンあるいは単にすじと呼ぶことが一般的であり、うどんやそばなど、 知るに牛すじが乗った場合のみ、ぼっかけと呼ぶ店が多かったとされる。ぼっかけという故障が広まったのは、阪神・淡路大震災で大きな被害があった長田区で2002年に食のイベントが開催され、B 級グルメブームにあやかって、インパクトの強い、ぼっかけという言葉を用い、地域復興の目玉商品に据えようと企画したのがきっかけである。 地元食品会社との協力で、レトルトぼっかけを共同制作し、当地の名物であるお好み焼きや蕎麦焼き、蕎麦飯、ぼっかけうどんなどのメニューを提供する店を記した地図を作成するなどして、町おこしを行い、そうした活動をメディアが取り上げた結果、長田独自の故障として認知されるようになっていった。商標出願、登録情報、神戸新聞ネクスト神戸長田名物、 ぼっかけ、ルーツは、どこに地元では、別名も、w w w k e o b n p c o j p 2018年11月13日閲覧。神戸新聞 NEXT 神戸長田名物、ぼっかけ、ルーツは、どこに地元では、別名も、w w w k e o b n p c o j p 2018年11月13日閲覧。ありがとうございます。